どの一体か。その次、肩甲骨を寄せてみて、戻して前、後ろを肩甲骨寄せる。ちょっと何回か行き来してみてください。戻して前、ちょっと前で後ろ。あ、なるほど。肩甲骨を動かすのとここを動かすのとちょっと一旦順番をはっきり分けておきますね。ここから前、前、後ろ、前、後ろ、で次肩甲骨、肩甲骨、前、後ろ、肩甲骨、肩甲骨、肩甲骨。肩甲骨またか前後ろ肩甲骨普通構えてちょっと肩甲骨ちょっとねほんの少しちょっと拭いてみてさっきの。足りないかもしれないし、違うかもしれないですけど、一応チェックね。構える時か、加える瞬間かなんかに、適当ですね、なんか。かなんかに、腕後ろ。腕後ろ。それで拭いてみて、もしかしたらこっちの方がいいかもしれない。背中方向に前にある手を肩甲骨寄せ合ったら後ろに動くじゃん。だしこの肩の関節から肘を後ろに引いても後ろ。この2つが多分他にもあるけど今思い当たる前にある手を後ろに持ってくる方今思い当たるやつ。最初は腕あんまり使わずにこうしてたんだよな。首を後ろに引く動きが実は代わりにな
ってないんだけど、代わりになった。使ってる筋肉が似てるからだと思います、このこれとこれって。ああ、そうです。うん、うん。僕の超スーパー処方的解剖学的な解剖的知識でいくと、だからこれは間違ってるかもしれませんよってことなんですけど、確か後ろから見ると人体、皆さんこれ前になるけど、頭があって肩甲骨があるじゃん。こういうふうに筋肉ついてる、僧帽筋とかね。もしこれを頭を固定してその筋肉を働かせれば肩甲骨が動きます。でも肩甲骨固定してその同じ筋肉が働くと頭がこっちに引っ張られる。使ってる筋肉は合ってるけど作用させる場所が逆になってたんだ。多分そういうことだ。あ、分かってきた。じゃあ入れる、いい感じに加えておく、これキープ、腕で何かするな。そうそうそう、それが必要な作業です。もちろん使ってる筋肉までは合ってるっていう、だから吹いてる時の感覚を覚えると同じ感覚なんだけど作用が逆になりうるのかもしれないね。もしかしたら本当にそうかもしれないけど、はい、OK? はい、まあ、っていうような発想を生徒さんとも興味があるんですか。はい、もしくはなんか腕利きの整体師と対話をしてあの対話しといて私の整体さん送ってあげるけど 15% そしたら結局生徒さんお金ないって言って整体も楽器もっつったらで楽器やめてもまあいいやと思えるじゃん。ビジネスの知識でしょ。すいません、多分なんか昨日今日のもう最終盤に差し掛かってるんで若干気をつけます。ありがとうございます。